まさか殿！陣！感謝する。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったね。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。
戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。ここへ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおる。星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き、母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
エレノデチャメッコこれでしまいのようだ。その様子です。ようやくだ、息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。お主ほど情に厚い者は他におらぬ。礼を言う。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。こっちだ、来い。雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は産麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したい者がおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。産麦で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。父上、家族の仇は討ったぞ。足立のじじいも、その一族もこの世から消えた。はっ、手は気に入らんようだが、
あいつは足立家の仕打ちは何も覚えちゃいないからな。何が聞こえた？俺の獲物だ。何もないな。何か音がしたか。自慢の子だろう。当然だよな、吉平。お前は何も分かっちゃないんだ。ねえ、足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。着いた。酒をよこせ。二度とブレに来るなと言っただろ。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。昨日のように感じるよ。何様のつもりだ。ここは海だ。政子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。そいつとはどこで会う。浜に来るよう言ってやる。奴は二つ返事で家来も連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生が。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。
人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうか。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。あいつか、調べろ。あそこはいいな、やってやろう。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見てこい。百姓ども、金もないのに助けてくれだと。ユナ、槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。
宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何のご用命？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？イチいわく、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。だね、まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、泰造の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。
行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。名主は非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もう嫌だ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。奪い放題だな。そんな顔で見るな。どうせアルタンは分け前を欲しがる。何でも欲しがりやがって。食い物を渡してんだぞ。少しは感謝しやがるってね。一人で金を持ち逃げしたっていいんだぞ。これまでの罪の報いだ。この首もらうぞ。
り二人か。あと一人だ。殺さないで。どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃ。地図あいつの骨は取り抜けだが、あれだけの肉は誰の腹の中に行ってんだろうね。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。で最後、ユナの元へ戻るとするか。Negium Jacinta. Ouattamo. Genin wa mou umarenai. Kurushinde, shinda. Tsumi ni kurabereba tarinu.だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し、気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。
Gurren Gur. En Gatsar Haral Shulkilch. Kaisan, metek te kerekte. あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけぬ。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ。そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でも、できなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すれば、アルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かくまってもらえると信じてね。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。もうこの悲鳴で呼び出すぞ。Ah!
何か思い違いをしておるな。全てアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていればユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りて。もやぞ。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジェン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと？あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから。タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。
でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。3人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に位置が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すら分からんぞ。どこかに隠れてるかもね。Тэр яаж ингэв? Тэр энэ хавтад ба. Чи сонсогдож байна? Ein Herr Harald Bison. Bis sein Herrna. Der Mund bei Starla. Allah gut wein. Zum Schungen als Schickbolsum. Am Allah sagt, warte. まで逃げて回るつもりだ。ジン、誰か来る。あいつだ。アルタン。手下を引き連れやがって。アルタン、
数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいというのか。竜蔵がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。なぜそう同類を毛嫌いする。に人を殺す。我が口の悪徳な侍。お前はただの人殺しだ。嘘を重ねるな、欺瞞の化身め。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見ぬ、ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。